なんか外国人の友達とか結構いて、やっぱそういう人たちになんか日本の文化とか教えてる中で、やっぱなんかこう自分も説明できるようになりたいなって最初思ったのがきっかけで、なんかこうやってちょっとなんかいい神社とかを巡りたいなって思うようになりました。なんかやっぱりそういう宗教のこととか聞かれることが多くて、なんか何かなって思った時になんか神道とかそういうのが思い浮かんで、なんか知らないことばっかりだなっていうのから結構お母さんにちょっと一緒行こうとか言うようになって。確かに外国の人の方が日本の古いののいいところってよく気づくなって当たり前になってるじゃないですか。もういつもあるから、わざわざ来てここまで通っても見たいっていうのはすごい偉いなって教えられますよね、逆にですね。なんかその通りだったんですよ。なんかその通りでまさしく、だから20歳の時に行って、なんか、あ、そういうこう日本から外に出る前に日本のこと全く知らないっていうことが恥ずかしくなって帰ってきたから、それからこうやってなんかちょっと日本の歴史とか文化とかもうちょっと詳しくならないといけないなってすごい思ったんですよね。だからそれがきっかけで結構ハマりだして、高千穂行ったりとか。でもなんか内面的に出てきませんか、こうちょっとこう。でもカフェって自分で出しますからね。人にいくら教えてもらっても聞かない時は聞かないでしょ。結構自分の答えってちゃんとあると思うんですけど、みんなこう見て見ぬふりしてるっていうか考えないようにしません？なんかもう根付いてる。なんか宗教ってパッとは答えられないけど、なんか自分たちの中身にこういうなんかこう神社でお参りに行きたいとか、みんななんか紅葉のついでにちょっと神社に行こうかなとか、そういう気持ちになるっていうのがなんかもうずっと続いてる、なんか自然とあるみたいな、なんかこう無理して宗教とかわざわざ言わなくてもいいんじゃないかなって思えるところまでもうみんなに入り込んでるのがやっぱなんか日本っていう姿だな。うん、ちょっと難しいんですけど、まあ、宗教ってどうしてもこう分かれてますよね。宗教は全部包み込んでますよね。そういう意味で言うと自然かなと。そういった意味では宗教は非常にスーッと入ってくるっていう感じはありますね。分からないですよ、私今何なんだろうな、お知らせというか、それこそ勉強しなさい、それこそさっき言われたような感じですね。大好きです。お掃除もさせていただいてるんです。お掃除っていうか、できることをですね。で、なんかこう吐き気を見てる時に、なんかこう自分を見つめる時間があって、それでなんか幸せな気分になりますよね。まあ日々反省もしたりしてるんですけども。